ファーレンハイト9999は99、朝倉勲による日本のライトノベル。イラストは、一色箱が担当している。2014年12月から、ダッシュ X 文庫より刊行されている。本作品は、漫画、アニメ、ゲームなどのオタク文化が厳しく規制され、迫害される、架空の現代日本を舞台に、オタクを取り締まる、捜査官でありながら、オタクを救う。 制度騎士としての裏の顔を持つ隠れオタクの男子高校生伊藤不施人の活躍を描く。作品名となっているファーレンハイト9999 99とは警視庁文書課で採用されている正式拳銃の名称である。2014年4月第13回スーパーダッシュ小説新人賞大賞を受賞し、同年12月ダッシュ X 文庫より、 単行本として刊行された。以来、2巻が刊行されている。朝倉伊のデビュー作である。女子児童だけを狙った連続猟奇殺人事件、金曜の模倣者事件をきっかけに、漫画、アニメ、ゲームなどのオタク文化が全面的に規制されるようになった現代日本。高校生伊藤布施とは、オタクを取り締まる、警視庁文書課に所属する、捜査官として、 年下の先輩捜査官総主イリナと共に違反者の摘発に当たっていたが、彼には秘密があった。布施人自身が大量の漫画やアニメを隠し持つ隠れオタクであり、またさらに政府の規制に抵抗するために制度をキシエルガットに変装して粉飾化の捜査妨害を行っていたのだ。そんな中、布施人はレディパルムを名乗る謎の美女から、 核兵器を使ったテロを拡散する東の3キロットの阻止を依頼されるのだが単行本はすべて修営者よりダッシュ X 文庫レーベルとして刊行されている。期間2巻。発売日については修営者ダッシュ X 文庫公式サイト内のライブラリーにて確認した。2015年7月7日閲覧。ありがとうございます。